藤原でございます一応このデジデンの応援団の代表理事をさせていただいております今日はあの大変皆さんから印象に残ると言いますかメタバスやるぞというお話できたと思いますちょっと最初のお話を聞いていると え、加藤さんの僕の後輩らしくて、私も実はあの、京都大学の理学部で宇宙物理やってたんですけども、それからコンピュータサイエンスにちょっと興味が移りまして、一応バックグラウンドはコンピュータサイエンスとインターネットテクノロジーということが私のバックグラウンドでございます。まあそういった視点からですね、今日はデジタル田園都市国家構想と地域メタバースの可能性という話で示させていただきます。えっと、インターネット、 のテクノロジーのトレンドの中でちょっとお話しすると、やっぱり69年にものすごくインパクトがあったのが、電話の通信じゃなくて、データ通信の原理が発明されたわけですね。これ、アルパネットと言いますか、まあ、私ももう亡くなられたポール・バランさんとはかなり交流があったんですけども、まあ、その後 TCIP というのができて、インターネットのテクノロジーが完成したと。 で、その後ですね、ウェブができたわけですけども、まあ、彼は健在ですが、ティン・バーナーズリーのウェブの発明というのが89年にあったと。で、その後ですね、ウェブ二点2 0というのが、皆さん、ここら辺はちょっとテクノロジーというよりもちょっとトレンドメイキングの話ですけども、ティモオライリーのウェブ二点2 0が2005年にできて、で、ブロックチェーンの技術が2008年にできましたと。で、メタバースのおー原点はですね、どうもやっぱり、あの、 このニール・スティーブンソンの,の SF 小説から実は言葉が出てきたと、それからもう一つ最近流行語で言うと、これもテクノロジーというよりもえトレンドメイキングの話ですけど、Web3.0 というのが2014年にできて、ブレイクしたのは2022年ということで、肝はあのピア・ツー・ピアであり、ゲートキーパー不要なあの新しい Web の世界を作ろうと。 いったこの、まあ、イーサリアムの作ったあーゲイビン・ウッドのお,お話であります。あまあだからそういった意味でメタバースはですねあの先ほど加藤さんからもお話ありましたけども、まあ、3次元の仮想空間、こ、まあの空間上のサービスということで、まあ、メタはご存知のユニバースとの造語と、えー、ニール・スティーブンソンの SF から、えー 言葉は原点ととしてあありりまますすいうことであります、まあ、デジタルツインを使った仮想空間がいよいよできてきたし、まあ、コンピューターの進化とともに高速にこの3次元グラフィックスが非常に安いコンピューターの動くようになったというところが大きいかなと思います。で、まあ、ゲーム業界が大きく出てきていくつかのメタバース的要素が登場しました。まあ、その後やはりあのこの COVID-19 のおかげで日、えー 人々は制約されてしまったと、まあ、加藤さんの言葉を借りると皆さんは引きこもったという中で引きこもりがやはりこの新しい空間を加速させたということでやっぱりこの COVID-19 がメタバース部分のトリガーになったというふうに言えるかと思います。で VR の世界に閉じ,閉じていればですね騒ぐこともなかったわけですけども VR 系のメタバースが今までほとんどで、まあ、バズワード疑惑ということになったわけですけどもどうもメタバースはですね VR の世界に閉じていないようだと、まあ、あの先ほど椎名さんの、えー、プレゼンにもありましたけれども、いよいよ本格的に動いてきたなとで、ゲームの世界ではもちろんですし、単なる仮想現実ではないということになってきたというふうに思います。まあ、IoT との連携もできたからと、まあ、マルチプラットフォームになることが見えてきたかなというふうに思います、まあ。そういった意味で活動したい場所で一緒に活動したい人々ですね、自分がそんな場所で 自分がそうなりたい存在になれる、まあ、ユーザーエクスペアレンスが創出できる空間になってきたということでメタバースのバズワード疑惑は解消されたと私は思っております。でまあブームは先ほどもお話ありましたようにザッカーバーグの社名変更に、えー、特に動くわけですけども株式市場なんかもメタバース銘柄っていうのが大きく動く、まあ、そんな時代になってきたわけであります。まあ、とににかく今後はです、ね、メタバースに命を吹き込んで 人々がつながり、コミュニティを見つけて、ビジネスの成長を支援する、まあ、こういうことにフォーカスしていく時代が来たのかなと、まあ、今後です、ね、その Facebook の世界もです、ね、このメタの世界に、本当に社名の通りに動き始めたということだと思います。で、可能性なんですけども、やはりクリエイターやアーティストに大きなチャンスが生まれているなと。 でテレワークとワーケーションの成長と相互作用が今起こっていて、ですね都心から離れた場所で、き、まあ、今日大阪で皆さん集まっているわけですけども、どこにいてもですねメタバースさえあれば、えー、活動機会とビジネスチャンスが生まれるというふうに思います。まあ、ご存じピッチコンテスト、ダンスフィットネス、いろんなイベント体験があります。リアルで体験できないようなメタバースなのにです、ね、メタバース空間ならではの。 まあ自動車の仮想空間市場も、まあ、これはアウディの例ですけどもあと不動産物件の顧客体験もできてきたと、まあ、とにかくリアルを彷彿とさせるリアルではできないことに魅力ということかと思いますで、まあ、これまでの IT の世界 PC タブレットスマートフォン、まあ、そうでしたし、まあ、これ今日もズームウェビナーでやりますけどもディスプレイを介しての相互コミュニケーションだったということですがメタバースの世界はですね ディスプレイを通してコミュニケーションするのではなくて、同じ空間の中に入り込むわけですね、そこが大きく今までのコミュニケーションとは違うと。で、メタバースと NFT の相互作用というのが今、起こっているわけですけれども、まあ、この手段によって、ですね唯一無二、まあ、いわゆる希少性のデジタルアイテムの保証が可能になったというところが大きな変化をもたらしているなと、まあ、言い換えればビジネスの基盤ができつつあるというふうに思うわけです。 従来のゲームの例では、気づいた資産のゲーム外、持ち出しは困難と思われていたわけでありますけれども、まあ、デジタルコンテンツを NFT で所有者を明確化して販売したり、通貨は、まあ、を持って決済もできるようになってきたということで、メタバース内での経済活動がいよいよ始まっているなというふうに思います。す、ま、で、あ、に加藤さんからもううちはここまできているというお話がありましたけどまさに経済活動、皆さんの世界が始まるなというふうに思います。 まあそんな意味であの自然環境の良いところでですね理想的なオフィス空間もできますしマルチタスク人間あるいは出張が多いビジネスパーソンどこにでも仕事環境を再現できるオフィススペースまあさ、先ほどマイクロソフトの話もありましたけどもいやもうビジネスはできるというふうに思いますオフィススペースを自由にカスタマイズしてどこでも運べるとまあただ問題はヘッドセットが重いとかですね あの首にかかる負担があるとか目の疲れなど多少ありますけどまあこれ改善するりゃいいって話です、ね、あとオフィスデザイン会社内装業者こういった人たちもメタバース空間でビジネスチャンスありとリアルとメタバースの間を行き来しながらですね多くの人々がアバター衣装があったり内装デザインをしたりデジタルコンテンツの制作にという作業に痴、ま、漢、あ、させるとそういうことからですね 従来大都市に集中していたビジネスチャンスがさまざまな地域に住む人々に対して生まれると。なんで地域メタバース7つの,うのまさにここだと思います。まあ、あの我々デジタル田園都市国家構想を実現するための応援団ということで、この技術は非常に追い風だというふうに見ております。まあ、地域メタバースへ続く取り組みで今椎名さんからありましたけども、例えばあの国土交通省の九州地方 えー、整備局もメタ,ガメタバースを使った、まあ、設計をして、えー、建設事業者の方と交流をしていると、まあ、川作りを新しい技術で取り組んでおられます。えーまあ、九州地方整備局、まさに地方ですね、が、えー、お役所が先端、まあ、切って始めているということもあり、まあ、操作マニュアルも出,出てきていると、あとゲームエンジンを使ってかあの川作り、まあ、こういったこともおやりだと、マニュアルも公開されております。まあ、こんな風に、えー 国土交通省さんもメタバーそれからまあいろんな例がありますけどもどこでもドアトリップオンラインツアーなどといったようなサービスをされている事業者さんも出てきているということであります。まあ、いろんなツアーガイド付きのこういった旅行も出てきているということで、まあ、世界中旅行するという話。 ANA さんからお話ありましたけど、まさに動き始めているなというふうに思います。デジタル田園都市国家構想応援団、今年の2月18日にできましたけれども、まとめますとですね、このデジタルデジタル応援団が取り組むことが、今まさにタイムリーで、まず PC 時代、75年、76年、マイクロソフト、アップルができました。 まあ私はインターネットができた頃は実はアメリカのベル通信研究所とにいたんですけども90年のインターネットの商用化の前ですねまあ私もアメリカにいてインターネットを触ることができてその研究者のネットワークが商用化されたのが90年そしてウェブの基本がモザイクができたのは92年でウェブができたのが89年その後ですねウェブ1.0が公開されたそしてウェブ2.0 そして、えーまあ、SNS の世界ができてきたと。で、今後ですね、デジタル田園都市国家構想応援団が取り組むのはですね、メタバース空間に NFT と暗号資産が組み込まれるような世界、まさに Web3.0 の世界が地域メタバースの可能性を開くものだというふうに確信しております。今日は、えー、ご清聴ありがとうございました。